どうも。はい、こんにちは。はい、始まりましょう。さあ、今日のツリーベースはですね、はい、いよいよ、これできたやん。できましたね、これ。ね、めっちゃ綺麗にできたから、はい、次はね、こっちにあのロッドスタンドを。ついに来ましたね。ついに来ましたね。はい、あの、海用の釣り竿がいっぱい増えてきて、はい、ちょっと収納場所に困ってまして。めちゃくちゃありますね。やばいやな。だから、ここにちょっとロッドスタンドをね、作ります。はい。で、材料買ってきました。はい。で、今回はですね、まあ普通のロッドスタンドって、よくなんていうんですか、こう、上からこう刺して、上からこう抜いてやるんだけど、うん、よくね、こう天井にぶち当たるよね。あ、ガツッと。そう、ティップが先にこう、はいはい、俺あれがあんま好きじゃなくて、はいはいはい、で、ちょっとね、新しいものを使って、ちょっとアレンジを加えて、新しいロッドスタンド作ろうじゃないかと。よく考えますね。これね、まあこれがロッドやとしましょう。じゃあこれをロッドやと。で、これをこう、こういう感じで挟むと、そしたらこう、安定して、へぇ取れるやつなんですけど、これ、モップとかをかけるやつ、これ。あー、なるほど、そういう時に使うんですね。そう、ここ剥がしたシールになってて、これをこう、ペッてやると、これあの、壁にモップをかけたりとか、ホークとかかけたりとかするようなやつなんですよ。で、強さはね、ちょうどいい感じやから、うん、ロッドも痛めることなく止めれるんで、うん、これをですね、いっぱい買ってきました。で、この安いんで、これを、こういう板、はい、こういう風に貼って、こうやって貼って、はい、ロッドを止めたいなと思うんですけども、なんでこれにしたか。要は、この上に上げる動作じゃなくて、こっちの動きやん。はいはい。こっちの。だから、ティップも、この、ここに当たることなく、できるということで、これにしました。今回はちょっとね、安く仕上げたいんで、はいはい、まあ、こういう板とかはまあ安いじゃないですか、はい、1枚ぐらいの1000円以内で買えるのかな、はい、買ってきたのと、あとね、この塩ビ缶、うん、今日はこれです。塩ビ缶を使います。塩ビ缶ってこれ知ってる？はい、知ってます。建築現場でよくそうなんですよ、まあ、塩ビ缶ってね、あの軽くて丈夫で安いんですよね、はい、で、こういうの鉄とか使うとすごい高いから、高いです。ちょっと代用で、まあ、ビニールパイプって言われてるやつですね、はい、塩ビ缶をこういうカッター、こう塩ビ缶用のカッターなんですけど、そうなんですよ、これをこうやって、挟んでこうやって切るやつなんですよ。こうやってこうやってやって、でガチャって挟んで、これをこうグリ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 回すんですよ。こうしたらこれ切れるんだ。その前にこういうね、塗装をね、こういう塩ビ缶をつなぐ、うん、やつを塗装して、うん、塗装はこの、何でも塗れるやつですね、うん、これのマットブラウンで、これは密着のって言って、塗装する前にこれをパーって振ると、あの塗料が剥がれにくいやつですね。で、これがゴリラグルークリア、これは接着剤、これでメーカーさんがもらったんですよ。ゴリラ、うん、ということで塗装です。まずはい、はい、俺の計算上やと、はい、できるんですよ、この幅で、うん、これ、うん、なんすか、買いながら頭で構想しながら買ってた。そう、だからめっちゃ時間がいや、すごいっすね。塩ビ缶の前でずっとこうやって想像してるいや、これ止まってあれすごい、そう、俺の予想やと、はい、できるはず。へぇ、OKOKOK、これできるわ、うんうんうん。だからここに強度をこうあまりこうグラグラさせないように、ここに塩ビ缶をやって、はい、こう、そういうことですね。想像できた？できました、できました。できる、はい、よし、行こう。いきます。サイズは、作りながら了解です。あの、想像で行こう。はい、わかりました。いけるっしょ。いきます。あの、ストリートで行こう。はい、行きます。目分量、俺らの得意な、はい、目分量。これの酵素やと、ちょっと、まあこれ一個一個こう単体でこうシューってスプレーしてってやっていくのもありなんですが、組み立ててからやから、全部ザーッとやった方が楽、はい、楽ですね、はい、そうします。そっちでいきますよ。はい、よいしょ、はい、あ、十分やね。足りる。おい。で、このいつも使ってる、はい、ボールナットを入れました。あ、多分そんな量いらんやな。そうですね、うん、結構少ないから、こんなもんで足りると思う。まあ、足らんかったらあれだけど、ちょっと、はい、
はい、じゃあ持っていきましょう。行きましょう。はい、じゃあ俺、大きい方のロカン。じゃあこっちやります。はいよ。スルーク、まあイメージで伸ばしていくような、うん、って言ってもまあ、結構これは適当でいいかも。ほんまに簡単やから、この通りは。うん、あ、いいんじゃないですか。めっちゃ綺麗。よし、じゃあ、これをですね、はい、カットしないといけないんですが、はい、乾いたということにしましょう。乾いてます。あ、乾いてる、乾いてる。大丈夫、大丈夫、乾いてますね。いいね。もう早速、打ち付けていきましょう。はい、よっ、はい、こうなるわけですよ。はい、では、お願いいたします。どうしよっか。もう行くで、大胆に。行っちゃってください。よっしゃ。あ、行っちゃうんすよ。はい、おっす。お、いいじゃん。お、いい。うん。あ、そこ、この厚さがあるから、そう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 。じゃあ、これ開けてもらおう。いい、完璧。いい、止まりました。いいですね。あ、いいな。どうですか。はい、これいいんじゃないですか。あ、いいよね。はい、固まりましたね。はい、でね、これがね、どんぐらい刺さるかなんですよ。はいはい、刺してみようか。どんぐらい刺さってんのかな、これ。難しい。ちょっと、まあ、テープ貼ってみるよ、じゃあ。はい、それによってさ、何ミリとか分かるわけ。あ、で、刺さってるじゃん。はいはい、例えば、じゃあここに貼ってみようか。いいっすよ、抜いてください。あ、結構硬い。そうなんですね。これいきますね。よ、おっす、おっす。お、やばい。これあの、ロッドでも同じ現象が起こるんでね。はいはい、これが嫌なんですよ、俺。ドンってなるんだね。あ、結構刺さってんな。あ、どんくらい刺さってんじゃん。いってますね、僕これ。ってことは、これ。この辺。この辺を切ります。はい。鉛筆缶カッター。これを。挟んでいきます。こうやって回します。こうやって回します。そうするとこうやって切れます。ほら見てください、こんな感じで切れましたね。で、これを同じ長さのやつを2本に、はい、切っていくだけです。とりあえず4本切るわけですかね。4本切ります。4本切るんですよね。はい、よいしょ。 OK、あとは回します。切れた。おお、切れました。おっしゃ、プチンといってくれ。はい、はい、おお、最後難しいですね、これ。ここ難しいね、これ。小口のところが。あ、そうですね。はい、切れない。はい、よし、そうか。これはご愛嬌。はい、よいしょ。はい、どうですか。はい、刺さる。いいじゃないですか。刺さるんですよ。はい、あ、いいやん。で、これを重くそグッと中に入れながら、はい、次はこれを。なるほど、ここで登場です。ここで登場。はい、こう来てこう来るわけですよ。まあ、いいんじゃないですか。こう来る。はい、大丈夫か。はい、で、なんですけど、ここの部分に作るか。そうなんですよ。ってことですね。完全に忘れてた。はい、今つなげてみて分かりました。またテープ方式いきますか。テープでいきますか。ここに乗って、うん、そのくらい長さ切れば入るとか。どうですね。ちょっとどんくらい入るかってことですね。3センチぐらいですかね。したから、うん、これこんな切るのか。おお、あ、いけた。あ、そうや、こういう使い方やん。はい、めっちゃ綺麗じゃないですか。完全に使い方間違ってたよな。はい、おいい、いいじゃないですか。ういおつ、ういで、これを4つ、1、2個作ればいいな。こうで、ぶっと刺して、そして、わ、すごいじゃん。ほら、ぴったり。ぴった、天才じゃん。はい、すごいな。いいっすね。めっちゃええやん。完璧やな。ちょい気持ち短くしたらいいぐらいですかね。こうなんか話しちゃう。あ、お前。はい。こっちから行くと。グッと入りました。お、あ、いける。これで OK ですね。あ、これでいいや。はい。
すと、おお、よかでしょう、ほら、よかでしょう、よかでしょう、よかでしょう、はい、見てくださいよ、いいですね、ほら、いい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 ね、来ました、来ました、来ましたね。で、次、短いやつを立てて、はい、次は、ね、またね、これを入れたい、これを、ちょっと補強システム、補強システムを出したい、はい、これを、ここの横に、はい、こう、ということは、この縦の短いやつと横のやつを切りましょうってことですね。そう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 、はい、そうなんですよ。なので、この2個と縦の短いやつはもう適当でいいと思うんですよね。うん、でこれを2本作ればいいです。そうですね。なので、はい、はい、うい、で、軽く引き刺してもらって、これを3本いるわけ。1,2,3、はい、そう。で、これでもう終わりですよ、うん、で、これはここから 2.23cm で測ればいいんですよね。そう、2.3+2.3 は 4.6。 カメラの前ですいません。いいよ、全然。 4.6 足すその長さ、はい、大体です。これが合わせていただいていいですか。 75.5 なんで、 75.5 足す 4.6、 はい、80.1。 80.1、 じゃあ80でいいか。80でいいっすかね。あります。はい、どうぞ。はい、来ました。はい、来ました。よいしょ、ほい、おっす、おっす、おっす、お、お、まさか、たまっ。これは余り、はい、余りました。はい、 OK、はい、できました。これが85.3。はい、はい、これ余り、はい、ではですね、仮組み立てをしましょう。はい、あと縦の2本ね、横差しまーす、はい、結構頑丈やね、うん、いや、これ、うん、接着剤なくてもいけそうな勢いの、なんか雰囲気出てんな、はい、こう、あ、いるわ、ここは。そうですね、ここが、そうやな、ウィーウィーですよ。ウィーでしょ。おっ、で、この80を、こっちやろ。おっ、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 きたね、きた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 、おっ、おっ、できてきた。おっ、ほら、もうだいぶ形になりましたね。もうだいぶ来た、はい、てか、これ塗装線でもかっこいいかな、うん、と思いましたね、ちょっと。このちょっと、この、はい、これが意外と、これが意外と効いてるよな、はいはい、じゃあ塗装してみたのか、うん、もう塗装なしでもいいですね、これ。いいな、はい、オッケーオッケー、じゃあそうしよう、塗装なしにしよう。はい、で、ここに、はいはい、この、はい、もう今カッカに乾いてるやつを、はい、乾いてるやつをこう置くわけですね。はい、バチッとバチッと、はい、で、これをね、止める金具が、はい、この、こういうやつ、なんていうの、この、こういうやつ、はい、にポパコッと貼って、ここにドリルでこうやって打ち付けるから、うんうんうん、そしたら止まるから、はい、で、止まります。はい、一回下ろします。止まります。こんな感じでしょ、はい、で、止まったら、で、あとここだけや、ここ、はい、ここを、っていうか、いらないかって思いました。ほんまやな、はい、っていうか、これ取って、これ取ってくれ、はい、取って、あの、コーナーのやつですね。そう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 、よっよっ、はい、これをはめて、はい、これで待っていい、はい、で、これをはめて、こうするじゃないですか、はい、で、これではまるか、こうでいいんじゃん。あ、そうっすね。どう？あ、いいですよ、それで。これ止まりそうやな。はい。で、このグッとはめればグラグラも止まるから。はいはいはい。あ、ええやん。いいじゃないですか。それでバチッ。できたな。手前からバチッ。見えた。オッケー。よし、じゃああとはもうカンカンに、カンカンに入れて。カンカンにやりましょう。カンカンに入れてボンドで。はい。まずこっから抜いてって。はい、よし。じゃあこれをですね、ボンドで重くそ、じゃあお願いします。重くそ、フルパワーで締めてもらって、これです、はい、うるゴリラです、ゴリラです。はめていきます。おっ、たっつぁんの持ってるフルパワーになります。あー、沈んだ沈んだはい、はい、
感じですか。はい、まずこことここを刺してから、うん、上からスポン。そうやな、はい、こんなもんかな。はい、どう、いいと思います。次、はい、いいよね。いいです。はい、で一番にこれ持ってきちゃってください。はい、 OK。 よいしょ、オッケー、どうっすか。いいです。お、すげえすげえ。お、できてきた。形になってきた。なあ。はい。すげえ、めっちゃ納得のいく処分ができてきた。まあ、これはちょっとなんか伸ばしてるでしょ。はい、スタイル、手で微調整塩ビ感のいいところ、微調整どうですか。いいじゃないですか。すごいいいやん。え、これめっちゃいいじゃないですか。すげえかっこいい。はい、めっちゃええやん。で、あとはこれをこのようにして、はい、じゃあ僕が押さえておきますので、どんぐらいやろな。そこ、よし、ここ、OK、 押さえました、押さえました。 OK ですか。押さえましたよ、押さえましたよ。おー、危ねー、今緊張した今。よっしゃ、よし、あと1個はちょっと待ってくださいね。今ね、この裏なんでちょっと見えないんですけど、こういうのをね、こういうのを売ってます。こういうのを、塩ビ感をこういう感じでこうパコッとね。今日めっちゃ落としますね。手元揺れが。OK、 完成。おお、どう、あれ、いいですね。いいっすね、はい、完璧。もしかして、いい、多少のなんか歪みあるような感じですよね。ああ、歪んでんね。そして、キジュさん、カメラをがっつり動かしましたね。ああ、歪んでんねって言ってから、カメラめっちゃ外に出てました。本当、ごめんなさい。はい。ほら、いいと思います。あ、ええやん、ええやん、ええやん。いいっすね。あ、全然いい、全然いい。これでいい、これでいい。よし。できたー。やったー。あとは、たつさん。はい。これをペタペタ、ペタ。いきましょう、いきましょう。ペタペタ。どれぐらいの感覚でこう貼ってくるんですか？ペタペタ。あ、もう。ちょっと並べてみる？12個、12個いけるな、うん、どうすか、はいはい、これでいきましょうか。いいですよ、これ。これをちょっとじゃあ貼っていきます。はい、あ、4着が弱い。あら、問題発生、問題発生、トラブル発生。粘着が弱い、はい、ゴリラ、ゴリラ、ゴリラベータ塗りでいきましょう。ああいうお風呂場のなんかこう乾いたツルツルの面とかやったら、はいはいはい、はい、刺さり、あの、綺麗にあまりしたいけど。いや、どんぐらい乾かさなかった。24時間で書いてあったわ。なんか今日は無理やな。はい、ちょっと手で押さえながらロッドを出すのか。そうそう、カチャッと、カチャッと、ね、はい、完成しました。完成しました。ということで、ちょっと立てましょう。止めてるとはこんな感じ。ちょっと待ってください。じゃじゃーんと、さて、こちらへ寄ってください。タツさん、お願いします。どうぞどうぞ。できました。すごくない。あ、できた、いい。足元も取って、足元も、ほら、うん、ちょっと言いたくなるこれ。いや、ちょっと待ってな。こういうやつ、こういうやつ、こういうやつ売ってんねん。こういうの、こういうの、こういうやつ、はい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 、何メーターとかで売ってんのか。で、はい、たくさん、はい、いいですか。はい、あ、僕もそっち行った方がいいですか。あ、いいでな、はい、これをまあこんぐらいの長さにこう、はい、ちょっと適当にカットしますね。はい、目分量、目分量でいいんじゃんな。めちゃめちゃハマってるじゃないですか。10年越しに。
滑り止めをやったらガタつきもないでしょう。あ、いいやん。ほらほら、どう？あらあら、いいじゃないですか、マジで。いいね。はい。で、ワンカチャしてみる？はい、ワンカチャしましょう。ワンカチャしたいな。はい。まあちょっとバスロットやけど、はい、バスロットですが、はい、こうありますよね。はい。ちょっと接着剤まだですけども、はい、あれ、いいんじゃない？いいじゃないですか。すごい、めっちゃいいやん。どう？ピタッとハマりましたね。いいやん。はい。で、まあちょっと今ここ押さえるけど、抜くときも、ちょっと上から取って、抜くときもいくよ、はい、ポンとほら、うん、簡単に取れるわけで、はめるときも簡単に上がる、うん、こう、おい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 、ほら、おーい、やったー、できたー、めっちゃいい。で、海用のロッドをここにダーッと、はい、かけていこう。できたな。できましたね。完成でーす。イエーイ、やったー、嬉しい。制作時間1時間32分でした。めっちゃ短い。あっという間にできたな、はい、おしゃれじゃない？おしゃれ合ってるよな、はい、ここのそのそう、そのテイストと左のテイストと合ってますね。合ってるやんな、はい。で、24時間に乾くって書いてあったんで、まあ、24時間後には乾いてることでしょう、はい、ということで、はい、制作時間1時間40 1時間34分です。1時間半ぐらいか、はい、約1時間半でこんな素敵なロッドホルダー、そして、はい、こうやって塩ビ缶とか使ったりとか、あとこの自分のインテリアに合うように僕は作りたかったんですけども、コストはうんと安くできました。はい。で、まあ、ポイントとしては塩ビ缶を使ったりとか、あとこういうちょっとモップを止めるような、なんていうのね、壁掛けのやつをネットで買ったり、いろいろやって工夫しながらコストをこう下げながらやったんですけども、かなり僕は気に入ってます、これ。めっちゃかっこいい。で、この塩ビ缶のほんま最初スプレーしようかなと思ってんけど、このなんか文字入ってるのちょっとおしゃれでいいよね。はい。かっこいいよね。読みますか。うん。このなんかほら、このビニールパイプ。はい。ビニールパイプの文字すらかっこいいみたいな。じゃあ次回はこれにどんどん多分刺さってると思うんで。はい。はい。お楽しみにということで。はい。以上、DIY ロッドホルダー編でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。